皆さんこんにちは、キャッシュレス TV の小林です。栗崎です。まあ、大学についてお話をしたいんですけど、はい、なんと海外の大学についてやってみたいと思います。はい、今までね結構日本の大学をいろいろ ねこう調べて、うんうん、皆さんにお話ししたんですが、はい、もう海外についても教えてくれという声もありましたし、はい、やっぱりこうこれからね海外志向というのも強くなってくると思うんで、はい、まあ、少しね外に目を向けて大学のことについて調べてみました。で今日はですねアメリカのまあ大学入試制度の話をまあ簡単にさせていただいて、まあ、知らない人も多いと思うんでね。そうですね。で、その後、うん、具体的に2つの大学、ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学、有名ですね。はい、有名ですね。こちらの大学について、まあ、今彼王って言いましたけど、まあ、彼に調べてきてもらいましたから、はい、別にやらせの王とは言わないじゃん。やってもらったんで、まあ、行きたいと思います。早速なんですけど小林さん、アメリカの大学入試って日本とどう違うんですか？そうですね、まあまあ、そもそももう全部が全部違うんで全部が全部、まあまあ、ゼロベースで話をしていくと、はい、まず種類が大きく2つあります。テストに、はい、うん、で1つはですね、まあ、SAT って書いて SAT、はい、ね、SAT リーズニングテストっていうのがあります。はい、まあイメージで言うとセンター試験に近いかな、うん、日本の、はい、で年に7回やります、うんうん、はい、なんでいっぱい受けられるんです。そうですね、まあ、いっぱいというかまあまあ7回マックス受けられる、はい、まあ、そこでですね、まあ、非営利法人がやっている、はい、まあ、テストなんですけれども、はい、まあ、受験回数に制限がないんでね、今言った通り、まあ、何回でも受けられる、まあ、7回、まあ、高3であれば7回だけど、はい、まあ、別に高1で受けてもまあいい、ね、ということなんで、うん、だから21回なのか分かんないけど、まあ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 いっぱい受けられるっていうふうに思っていただければと思います。はい、内容なんですけれども、はい、いわゆるクリティカルリーディング、はい、まあ、要は批判的にちゃんと文章を読めるのかっていうこと、はい、あとはライティングですね、はい、要は文章ちゃんと書けるんですか、うん、で、マス、あの英語ですね、はい、数学ですねあなたの大好きな数学、はいはい、なんで、まあ、各々ね、まあ、200点とか800点とか配点があって、はい、まあ、マークシート形式でやりますと、まあ、大体レベル的にはアメリカの高校1年生ぐらいのレベルなので、はい、まあ、要は基礎的なことであるというので、はいはい、センター試験っぽいっていうふうに表現をしたんですけど、そういうサッとリーズニングテストっていうのがあります。はい、でもう一つのテストはですね、はい、ACT というテストがあります。でこちらもですね、まあ、受験回数制限ないんですけど、こっちはなぜか、まあ、6回なんですよね。1回少ない。1回少ない。まあ、なんか都合があるんでしょう。はい、で、なんかこう、アメリカの事業団だか、財団だか、そういうなんか団体があって、うん、そこがやってるテストがこの ACT で、こっちはですね、イングリッシュ、リーディング、サイエンス、理科ですよね。はい、で、マス、数学。数学、ね。ですから、はい、まあ、これをですね、36点満点で採点して、まあ、4科目の平均スコアを点数としてるということですね。はい、まあ、こう、2つテストがあると、はい、まあ、迷うじゃないですか。迷いますね。だけど、まあ、基本的にはさっき言った SAT、はい、SAT の方がまあメインで、こっちを使う大学がまあ多いよっていうことなんですね。はい、で、まあ、今言った通り、まあ、リーディング、ライティング、マスだから、日本みたいに5教科7科目じゃないじゃん。そうですね。世界史とかないのみたいな。ワールドヒストリーとかないですかとか、あとは例えば、外国語ないですよね。あれれっていうのがあるわけですね。はい、まあ、その辺の謎はちょっと今日いろいろこの後、まあ、紹介していく中で触れていきたいと思います。はい、はい、ではまずですね、皆さんお楽しみのハーバード大学ですね。ハーバード大学、はい、調べてきてもらいました。まあ、はい、まず概要をまあ簡単に教えてください。はい、まず場所なんですけど、キャンパスがまずマサチューセッツ州ケンブリッジという町にあって、はい、最寄りの駅がハーバードとなっております。で、まあ、アメリカ最古の教育機関でして、うん、1638年、うん、江戸時代ですねに設立されたものとなっています。学生の人数なんですけど、大学生学部生が4学年合わせて6700人、大学院生が2学年合わせて14500人となっており、うん、まあ、日本と比べると学部生は少ないかな。そうですね、はい、なんかこう日本でも、はい、まあ、毎年東大3000人ですから、はい、まあ、ちょっとコンパクトなイメージはありますよね。はい、であとよくあるあるでね、こうハーバード大学見学しに行ったら、あれマサチューセッツ州にあるじゃん、はい、MIT じゃないみたいな、なんか結構これあるあるだったと思うんで、まあまあ小話的に使ってもらえば、はい、まあ、じゃあちょっと話を戻して、はい、じゃあもうちょっと学校の特徴で言うとどんな感じでしょうか。はい、まあ、学部生の特徴で大きな特徴がありまして、全寮制みたいですね。うん、で寮って言っても日本の寮と違って、なんか高層マンション、日本の高級マンションにみんなが住んでるみたいなのが近いですね。うん、各棟に教授も住んでいて、教授と学部生のコミュニケーションが密に図られてるみたいですね。でその次なんですけど、やっぱりハーバードでの偉人の数がやっぱ多いと、うんうんうん、やっぱアメリカ大統領も8人で、ノーベル賞も東大の8人に対して48人と6倍程度差がありまして、うん、フィールズ賞も7人って感じですね。はい、まあアメリカが定義している総資産10億ドル以上の人たちを世界億万長者って言うんですけど、はい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 、これが2000人いまして、うん、まあ、ハーバード出身が62人と、ちなみにそうですね、ちなみに日本人30人しかいないんですよね。だから倍ハーバードがいるみたいな、すごいわ、はい、感じですね。でやっぱり規模も
かなり大きくて、まあ、総資産が4兆円と、まあ、日本で一番総資産がある大学が日本大学で7000億円なので、まあ 5,6 倍の差がある。で年間の寄付金の数もやっぱり世界で一番ありまして800億円ですね。800億自動的、まあ、自動的ではないけど、まあ、入ってくる。すごいね。日本一の寄付金を誇る慶応が480億円なので、やっぱ結構慶応すごい、結構狭く慶応もすごい、それ逆にね、はい、学費もめちゃくちゃ高くてですね、年間で400万かかる、それプラス旅費が200万なので計600万かかるみたいですね、はい。まあ、なんかその辺はね、奨学金を取って入る人とか、はい、まあ、いろんなパターンあると思うんですけど、まあ、はい、マックスマックス払おうとするとまあそれぐらいになるというですね、はい。まあ、先ほど奨学金の話が出たんですけども、年収700万円以下の家庭はもう全部無料みたいですね、うん。そして、まあ、学業とか、あと学業じゃなくても美術系とかスポーツ系である一定以上の成績を収めるとやっぱ奨学金が出るみたいで、まあ、70% の学生が奨学金を利用しているくらい奨学金のシステムというのは充実しているんじゃないかなと思います。そして日本との大きな違いがありまして、人種が多様、もう本当にいろんな人種がいるみたいで、まあ、日本ですとやっぱアジアの特に日本が多いです、多いと思うんですけど、まあ、学部生6700人のうち白人の割合が半分で、アジア系が 17% で、アフリカ系が 8%、そして、まあ、スペインヒスパニック系が 8% で、まあ、その他が 20% となっていますね、まあ、ちなみに参考までに学部生の日本人の数っていうのは10人、1学年2人少ないですね。少ないですね。やっぱアジア系はほとんど中国とかみたいですね、じゃあですね、実際にその、まあ、ハーバードの教育内容っていうのはどんな感じなんでしょうか。結構幅広くて、法学系から、法学や経済といったこう日本でいう文系の括りから理学や医学って、あと神学、宗教学部とかが結構充実してるみたいですね。そうです。なんか日本よりもやっぱりアメリカの、まあ、特にそういう有名大学ってこう広いですよね、はい、幅がすごい、はい。まあ、世界一権威のあると言われている QS 世界大学ランキングによりますと、はい、まあ、文系分野が非常に強いんですね、やっぱり社会科学とか法学とか、ちょっと理系分野弱いんですけど、医学だけは非常に強い、この分野が1位ですね。 QS 世界大学ランキングによりますと分野別で14分野1位になっていて、まあ、これは世界で2番目ですね。でも総合ですと世界で3位となってしまう、はい。でこの原因としましてはやっぱ理系が弱い、ね、まあ、工学分野なんか13位となっていて、まあ、理系が弱いのがちょっと世界ランキングを下げたところかなと、ね。弱くないんだけどね、弱くない13位とかすげえからすごい、相談よりは高いです、ね、そうすげえんだけど、そのまあその、はい、もう神々の神々による争いみたいな、まあ、そうなるとそうですと、はい。ね、まあ、ここから皆さん、まあ、一番気になるポイント、はい、入試ですよ、はい。でどんな入試を経たらハーバード入れるのか、入試についてなんですけど、まあ、日本と違って学力だけではないみたいですね。日本でいう推薦入試とか、あと栄養入試に近い方式を取っておりまして、高校の成績、はい、あとさっき言った SAT、 SAT の成績ですね、あとエッセイ、小論文ですね、あと推薦状2通と、あと2位のものになるんですけど、面接で決まるというふうに言われてますね、はい。で何を重視するかなんですけど、実は学力っていうのは重視されるポイントではなくて足切りに近いような感じがしますね。そうですね。だからさっきも言ったように、実はそのセンターみたいな、はい、まあ、SAT の点数だけじゃなくて、あと高校の成績を見るんで、高校の成績、それだから基礎学力あんのってところを、そのいわゆる数字で見ます、はい、っていうのが大きなポイントですね。まず目安なんですけど、SAT の成績は2400点満点中2250点が一応足切りのラインかな、で高校の評定なんですけど、まあ、日本でいう5段階評価ですと 4.75、まあ、かなり優等生ですね、となっております。で何を重視するかなんですけど、なんといっても他社からの推薦状2通とエッセイですね、まあ、エッセイに関してなんですけど、ハーバード大学でやりたいこと、そして卒業後はどういうキャリアを考えているのか、あと高校時代に頑張ったことなどを、まあ、どれか1つはね、お題で255程度で出るということでして、はい、これが非常に重きを置かれていますね、はい。でも最後に倍率なんですけども、まあ、毎年3万5000人が受験しまして、はい、まあ、2000人程度が合格する、非常に難関な試験となっておりますね。そうですね、まあ、日本の次第ぐらい ね、はい、毎日ということで、まあまあまあ行きたい方は頑張っていただければと思います、はい。ではですね、皆さんお待たせしました、次にマサチューセッツ工科大学ですね、いわゆる MIT について話していこうと思います。まず概要を教えてください、はい。まあ、キャンパスなんですけど、はい、実はめちゃくちゃハーバードと近いみたいな、マサチューセッツ州ケンブリッジという町にあって、はい、なんかどうやらここは研究学園として筑波みたいなイメージですね、うん、を形成してるみたいで、学部生が4500人、大学院生が6500人となっており、まあ、ハーバード同様日本に比べると学部生が少ないかな、東工大くらいの規模ですかね、で一応東工大と違って文系の学部もあるみたいですね、ですけどやっぱ工科大学というだけあって 70% の学生は理系に、
行くとなっております。じゃあ実際に特徴ね、どんなものなんでしょうか。まず大きな特徴が一つありまして、東工大との比較になってしまうんですけど、東工大と比べて男女比が全然違う。東工大が9対1なのに対して、はい、実はマサチューセッツ工科大学半々なんですよね。お、非常に羨ましい。理系エリートの天国あと学生や職員のやっぱ国際性というのも大きく違いまして、 40% は国外出身で、アメリカ外からの数多いですね。で実はノーベル賞が世界一でして、はい、まあ、ハーバードが48人に対してマサチューセッツ工科大学81人、うん、まあ、倍近く、倍までいかないんですけどね、うん、まあ、ちょっと、まあ、そもそもノーベル賞関係が、まあ、理系ちょっと有利というか、そうですね、まあ、数だけ言うとね、あの別にどっちが言われるじゃなくて、はい、っていうのはまあ若干あるかもしれません。で、まあ、学生はハーバード大学同様に寮生活を送りますと、はい、まあ、学費も気になるところだと思うんですけど、うん、まあ、ハーバードよりちょっと高くて500万で、うん、寮費で200万で計700万、ハーバード同様に 70% 程度の学生が奨学金を利用しているという形になっております。はい、実際にそこでね行われている教育はどんなものなんでしょうか。はい、まあ、理系を中心に、ね、48分野ありまして、文系分野はねやっぱり専攻する人数が少ないのでそもそも規模も小さいかなと思います。うん、で理系分野に関してなんですけど、もう軒並み強くて、うん、まあ、先ほどの QS 世界大学ランキングによりますと、もう理系分野ほとんど1位です。医学を除いたらやっぱサイエンス、そしてあと工学と全部1位で、はい、実は大学総合としても世界1位となっております ね、 なるほどね。これは7年連続みたいですね。で学生に対する課題の要求量もすごくて、はい、まあ、大体理系ですと講義と演習がセットになった授業ってのがあるんですけど、うん、東工大は1学期に2つあると大変なんですよね、うん、あ君大変だねみたいな感じなんですけど、うん、実はこれが4セットある、うん、1学期に合わせると倍全然東工大と比べ物にならないくらい違くて、うん、あとプレゼンの授業が週に1回あるみたいですね、うん、これが結構日本の大学にはないと。確かに理系もね、まあ、発表大事ですからね、めちゃめちゃ大事ですね、はい、そういうのも考えてらっしゃるんでしょうね。じゃあ実際に MIT に入りたいよ、はい、どうやれば入れるんですかハーバードとほぼ一緒なんですけど、はい、まず高校の成績、これとあと SAT、 サットの成績、はい、そしてエッセイですね、はい、あと推薦状2通と、うん、あと2位の面接、うん、そして実は受験資格がありまして、 TOEFL で90点以上取ってない人はそもそも受験できないみたいな、これが結構厳しいかなと。うん、まあ、もうだからまあ英語できないと困るよっていう、ハーバードの方は一応 TOEIC とか TOEFL は受けないってくるいいことになってる、点数となってもいいんですけど、ここはもう英語そもそもできない人は受け入れないよ。まあでも多分おそらく、まあ、当然ですけど普通に入ろうとしたら全部が英語なわけで、そうですね、まあ、TOEFL90 点っていうのはそこまで厳しくないような気は僕はします、うん、あのアメリカの大学院とかで行こうとすると110点とか、はい、まあ、必要になってするわけです、ね、MBA とか、はいはいはい、そういうの考えると。なのでまあまあ90点っていうのはまあ一応やっておいてねっていうような、うん、まあ、感じで、まあ、MIT は考えてるような気はしますね、うん、エッセイが非常に特徴的でして、まあ、当然理系の大学なので理系的な聞き方をされるんですけど、はい、公式が1個与えられて、これが世の中に使われるためにはどうすればいいですかと、はいはいはい、あとは現象、物理現象が1個与えられて、うん、これを説明しなさいみたいなのがやっぱ多いみたいですね、うん、毎年1万5000人程度が受験して1500人程度が受かると、うん、10倍、はい、うん、大変ですね、はい、はい、というわけでですね、本日は栗崎くんと一緒に、まあ、ハーバードと MIT についてお話をさせていただきました、はい、まあ、これからもですね、他の地域の大学とか、うん、他の大学についても、まあ、いろいろと皆さんに紹介できればと思うので、はい、まあ、ぜひね、楽しみにお待ちいただければと思います、はい、まあ、日本の大学と比べると今日ね、紹介した2つの大学だけで言えばやっぱりこう寮生活とか、あとは国際性が違うよっていうのもありますし、例えば入試ですよね、まあ、日本だったらペーパー一発で何点取るみたいな感じですけど、うん、まあ、少しちょっとぼやとはしてる、はい、うん、やっぱりというのはアメリカの難関大学の、まあ、一部特徴として今日紹介できたかなというふうに思います。ただですね、まあ、日本から行きたい方、まあ、もしかしたら高校生とかの方見てるかもしれないんですけども、学部から行くという手もあるんですけど、やっぱりその英語の問題とかあるので、どちらかといえば大学院からのは行きやすいというふうに言われておりますので、いろいろねちょっと考えてみたりとか、まあ、自分なりに情報収集してください、まあ、僕の時代なんかと比べればだいぶね、あの出てきてます情報、やっぱり僕の時代なんかだともうわけわかんない、サットって何みたいなのもインターネット検索してもほとんど情報が出ないような時代だったんで、まあ今の方が全然そこをね、あのインフォメーションリッチっていうのはあると思うので、まあ、ぜひ頑張っていただければと思います。というわけでですね、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。